こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨の方ね、ちょっと点検してみようかなと思いますね。画面切り替えていきましょう。今回はですね、私チューランの通貨に加えてゼンフィネットワークとあとコスモスですね、こちらのアトムってやつ、こちらの方ちょっと意識してるんで、それも合わせてお話していこうかと思います。それでは画面を切り替えていきます。まあビットコインなんですけども、550万超えて、結局ですね、500万前後、要するに490万とかね、あの辺で買ったビットコインがここでまたね、大きな含み益を出してくれてます。だって1ビット買っただけで50万くらい利益上がるわけですよ、この1週間ぐらいで。これ他のビジネスとかできなくなっちゃいますよね、こんだけやっていると。私実はね、去年からポイントサイトをまた一からやろうと思ってコツコツやってたわけなんですけども、さすがにですね、これだけの含み益が上下するとやってられなくなっちゃいましたね。申し訳ないんですけども、ポイントサイトの方は昨年の11月12月で20万ぐらいね、実際入金いただいて、それを使わせてもらったんですけども、そうこうしてるうちにですね、こちらの方の暗号通貨がまたね、爆撃を生んでるんでね、ちょっとこっちの方にエネルギーをかけていこうかと思います。ただポイントサイトについての個別のご質問はね、全て回答していってますんで、何かね、もう今ポイントサイトを頑張って、それで資金作って暗号通貨をって考えてる人もいると思うんでね、ポイントサイトの方は何でも私の方にご質問ください。でイーサリアム190万ですよね。こちらの方もちょっと前までね、15万ぐらいだったはずなんですけども、190万じゃない、15万です、19万ですね。ちょっと前まで15万ぐらいだったのにすぐ回復するわけですよ。ですんで、あの時に仕込めてよかったなって形で、イーサリアムも大きな含み益をもたらしてくれてますね。いや、体のエーダーはもう言わなくていいと思いますけど、私はプレセールで買ってるんで、今600倍なわけですよ。ねえ。600倍になったら、どうですか ?10 万円が6000万ですよ。ね、ほとんどの方、日本人でエーダーを持たれてる方っていうのは、プレセール組だと思います。プレセールで買った方っていうのは、ほとんどが売却してないですから、下支えしてくださってるこの値段をね。で、ステーキングっていうのもありますんで、ステーキングでね、毎年毎年200万ぐらい入るわけですよ。ね、人によってはね、400万とか600万入るわけですよ。もうエーダーのステーキング報酬だけでやっていけちゃうわけですよね。ちなみに私はステーキングやっておりません。ポルカドット、これもエーダーに並んで有望なコインでしたけども、これもですね、かなり有望ですよ。詳しくはね、ポルカドット詳しい人に聞いてみてください。でザーッといくと20位ぐらいに、これアトムがありますよね。アトム、ちょっと見てみましょうか。アトムね、なかなかいいんですよ、これ。リップルが倒れたら、アトムに軍配が上がりますけども、でも、両方共存する可能性もあります。まあ、なんせね、上位コインですからね、そうは言っても。で、ここ、しばらくで値段上がったでしょ、急騰。180日はどうだ?ここね。ここ2ヶ月ぐらいで、一気に目立つようになってきたんですよね。5倍ぐらいにありましたからね。だからちょっと前に買った人については良かったねってことなんですよ。ただこの値上がりした後で買うの結構勇気いりますよ。今みたいに2000とか2500円水準だと、だからね、購入には私は後ろ向きですね、これはね。ただ可能性があるのはもう本当にその通りだと思います。ただ購入はできないですかね。でゼンフィネットワークの方行ってみましょうか。こっちの方がいいんじゃないですか。だから今暗号通貨考えてらっしゃる方は、どこにいるかな。これが113位ね。安定してる。3.84 円になったか。こっちの方じゃないですかね。ゼンフィネットワークも、アトムとか、リップルとかと同じような感じなんですけども、リップルは中央集権なんですよね。そこが、これから大きく軸になってくると思います。このゼンフィネットワークは、値上がりしたって言ってもね、5倍だって言ってもまだ5円なんですよ。だから1000円が5倍で5000円になるのと、1円が5倍で5円になるのと、買いやすさで言って、そしてリスクがね、少ないことを言えば、こっちのゼンフィネットワークですよね。これがね、やっぱりね、100位以内に入ってくることを夢見て買う人もいるんじゃないかなと思います。ちなみに、日本国内でゼンフィネットワーク買う仕組みがないんで、まあ、インドダックスのようなね、海外の取引所を作るしかないですね。はい、ということでね、暗号通貨のニュース見たからといって、これから儲けるのは結構難しいと思います。ね、今まで買ってた方はこれから楽しみなんですけども、仕込むのが遅れちゃった方は、結構ね、難しいですよ、これからは。だから、難しい中でやるんだとしたら、その買いコインが上位に食い込むことをギャンブルみたいに狙うんではなくてね、やっぱり上位を占めて、さらにこれからも進化を続ける人気を集めるであろう、トップ5のコインに注目した方がいいんじゃないかなと思います。ということで、
結論としてはビットコインにこれから期待をかけた方が、ビットコインがやっぱり一番伸びますよ、これからも。私はそういうふうにしか取られないですね。ビットコインが1000万になったり2000万になったりする、これはね、ありえるんですよ。ただ100位とかね、200位のコインがこれからじゃあ数倍になるとしても、もともと価格の安いところからの数倍なんで、それほどのインパクトあるかなと思いますね。で、逆に言うと1円のコインを100万円分買えるかってことなんですよ、ね、それが5倍になったら500万になるわけじゃないですか。それよりも500万のコイン、ビットコインをね、600万になるのを待った方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけどね、まあ、結局は購入した方が利益確定で手放すときに大きく値段が下がるところに耐えれるかどうかなんだと思うんですよ。ビットコインはね、これはビットコインがじゃあ100万になるかって言ったら、これはね、非常に考えにくいですね。300万割ることも考えられないですね。多分ね、もう400万以上の価格はもう変わらないんじゃないかと思うんですよ。ビットコインはどんなことがあっても。いかに暴落と言われてもね。450万でもう買い場が出てきますから。ということですね。まあ、今回は以上です。じゃあ暗号通貨、楽しくね、見ていきましょう。